ジョセフソン効果、ジョセフソン効果、ジョセフソン効果は、弱く結合した二つの超電動体の間に、超電動電子体のトンネル効果によって、超電動電流が流れる現象である。1962年に、当時ケンブリッジ大学の大学院生だった、ブライアン・ジョセフソンによって、理論的に導かれ、ベル研究所のアンダーソンとローウェルによって実験的に、検証された。 1973年、ブライアン・ジョセフソンは、江崎・レオナラと共に、ジョセフソン効果の研究により、ノーベル物理学賞を受賞した。波動関数の位相というミクロな量をマクロに観測できるという点で、超伝導の特徴を最も端的に示す現象ということができる。超伝導量子干渉系のようなジョセフソン効果による量子力学回路の重要な実用例もある。 弱結合の種類としては、トンネル接合、サブミクロンサイズのブリッジ、ポイントコンタクト等がある。また、トンネル障壁としては、厚さ程度の絶縁体、厚さ程度の常電動金属あるいは、半導体等が使われる。弱結合を介して流れる、超電動電流を、ジョセフソン電流、ジョセフソン効果を示すトンネル接合を、ジョセフソン接合と呼ぶ。 電子デバイスとして扱われる場合は、ジョセフソン素子と呼ばれる。超電導状態の物質はその内部で、すべてのクーパー体が、ボースアインシュタイン凝縮により、全体として一つの巨大な電子体として振る舞う。つまり、この時超電導を示す電子の物質波の位相は、巨大量子化によって、物質の隅々まで全く同じ状態になる。ミクロでしか作用しなかった、量子効果が、 超伝導によってマクロな巨大量子状態になって現れたことになる。仮に二つの超伝導物質を最初は離したままで、常伝導から超伝導へと変えてやると、これらの内部にも完全に位相の揃った大きな電子体をそれぞれ抱えた大きな塊が二つ出来上がる。これら二つの塊は物質波の位相が不揃いであり、近づければ、 位相を揃えた一つの塊になろうと、位相差分の電流が片方からもう一方へと流れる。この時、電位差は存在しないのに、電流だけが流れる。これが、ジョセフソン電流である。以下では、理想的なジョセフソン接合についてその原理を述べる。ジョセフソン効果は次の式によって記述される。ここでは、接合量単の電圧は、ジョセフソン電流。 は二つの超電導体の波動関数の位相差である。一番目の式は超電導電流と位相差の関係を、二番目の式は電圧が位相差の時間変化率と結びついていくことを表している。を臨界電流と呼び、次の安オが岡原トフの関係式で与えられる。ここでは、超電導体のエネルギーギャップは温度は接合のトンネル抵抗。 ボルツマン定数である。ジョセフソン効果には、直流、ジョセフソン効果、と交流、ジョセフソン効果、がある。ジョセフソン接合と低電流源をつなぎ、より小さい、時間的に一定の電流を流したとする。この時、位相差は一番目の式で決まる値に固定され、である。よって、電圧効果は発生しない。このように、電圧効果を伴わずに接合に直流電流が、 流れる現象直流、ジョセフソン効果と呼ぶ。ジョセフソン接合の両端に電圧をかけた場合を考える。このような状況は、例えば、ジョセフソン接合に並列に抵抗素子を接続した計2以上の電流を流すことによって実現できる。簡単のため電圧は時間的に一定とする。この時、第2の式より、位相差は一定の速度で変化を続ける。ところで、 第一の式より、超電動電流は、位相差の周期関数であることから、この時交流の超電動電流が発生する。その周波数は、電圧1ルトあたりである。この関係は、材料等に依存せず、電気素量とプランク定数のみで定まるため、完璧な周波数電圧変換器、FVC となる。このように接合に有限電圧がかかっている時に、 交流電流が流れる現象を交流、ジョセフソン効果と呼ぶ。この効果は、ジョセフソン接合によるマイクロ波の吸収及び放出によって確認できる。交流、ジョセフソン効果は、後に述べるように、電圧標準として用いられる。ジョセフソン効果の特徴として、磁場に敏感なことが挙げられる。接合面に水平に磁場をかけたとき、ジョセフソン電流は次の形に書くことができる。 ここでは接合の中心における位相差は、接合を横切る時速は、時速量子である。これから、最大ジョセフソン電流は次のように磁束によって変調されることがわかる。常識は、光学とのアナロジーからしばしば、フラウンホーファーパターンあるいは干渉パターンと呼ばれる。このように、ジョセフソン電流は、時速量子、ヤクオーダーの時速に敏感に反応することか、 超電動量子干渉系のような磁束系としての応用が可能である。交流、ジョセフソン効果は電圧の単位であるボルトを定めるための電圧標準に用いられている。ジョセフソン素子にマイクロ波を照射すると電流電圧特性がステップ上に変化する。このステップをシャピロステップと呼ぶ。マイクロ波の周波数がギガヘルツの時、番目のステップの電圧はで与えられる。 は、電気素量、は、プランク定数、は、ジョセフソン定数と呼ばれ、1990年の協定値が電圧標準に使用されている。なお、2014年推奨値は、である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。